マンチェスターシティ戦でゴールを決めたソン・フンミンが、僕たちは諦めないと明かした。トッテナムは10日、ロンドンのトッテナムホットスパースタジアムで行われたマンチェスターシティとの201819ヨーロッパサッカー連盟チャンピオンズリーグ8強日一時戦に一例で勝利した。ソン・フンミンは後半33分、左足での強烈なシュートで得点に成功。 チームの勝利に貢献した。試合後、孫ミンは BT スポーツとのインタビューで、チームとして諦めることなく、90分間戦った。勝利する資格があったと心境を明かした。また、新築のスタジアムであるトッテナムホットスパースタジアムで2試合連続ゴールを決めたことについては、新しいスタジアムが好きだ。 この場所で試合に出場するチャンスをいただき、感謝していると語った。